どうもこんにちは、トムトラスカでございます。皆さんは学生時代より得意科目ってありましたか？僕はですね、国語、中でも現代文が段違いで得意だったんですよ。数学とか算数は全くできなかったんですけど、なぜか国語だけは異様にできて、もともと子供の頃から本を読むのが好きだったのかな。特別現代文を勉強したっていうことは全くないんだけれども、中間、期末、それから大学受験の模試なんかでも現代文だけはノー勉で8割は絶対取れました。小中高ずっと新学期に入って国語の教科書配られるじゃないですか。ちょっとちっちゃい分厚いこれくらいのやつ、真っ先にその現代文の教科書だけはすぐにこうやって読んでました。だから結構いろいろ載ってて面白いんですよね。物語が載ってたりとか、評論文が載ってたり、解説文が載ってたりとか、いろいろな文章が載ってて楽しめたんですけれども、いくつか覚えてるものありますか？物語とかだったら覚えてる人も何人かいるんじゃないかなと思うんですけれども、特に小学校でいうとゴンギツネとか大蔵おじいさんとかエルマーとドラゴンとか、なんかそういう物語もいっぱい載ってたと思うし、僕が特に好きだったのは解説文なんですよ。なので今回は僕がですね、学生当時国語の教科書で読んで未だに印象に深く残っている3つの解説文をちょっとここでお話しして、皆さんの今後の日常生活で意識して周りを観察してほしいなと思います。ではいきましょう。まず1つ目、人間の恐怖っていう感情についての解説文があったんです。これは確かね、小学校高学年だか中学生ぐらいの時に確か載ってましたね。動物には必ず恐怖っていう感情があるんですね。何かが怖いと思う気持ち絶対あると思うんですよ。ただその恐怖っていう感情を突き詰めていくと、結局は不明っていうところに行き着くんですって。これどういうことかっていうと、例えばじゃあお化けが怖い、幽霊が怖い、多分そういう方多いと思うんですよ。夜中とかにね、こう暗いところが怖いなとか、暗闇が怖いとか幽霊が怖いっていうのはなぜ怖いのかって考えたら、その先に何があるのかわからないから暗闇が怖い、何があるかわからないから誰がいるのかわからないし、だそれがたとえ真っ暗だとしても、もう完全にもう何十年も住み慣れた我が家のリビングだったら怖くない。幽霊が怖いのもそう、得体が知れないから怖いです。科学では全く証明できないでしょ、正体が。幽霊が見えたとしても何をされるかわからないじゃないですか。ただそこにいるだけなのか、取り憑かれるのか、何をされるかわからないし、何なのかわからないから怖いです。例えばこれが幽霊だったとして、なんか対話が可能で、なんもせえへんなんもせえへんって言われたら怖くないでしょ。そういうことなんですよ。あ、なるほどねって思った方もいるかもしれません。でも逆に、いやそんなことない、じゃあこれはっていうことがあるかもしれません。そんな例としてあるのは、不良が怖い、虫が怖い、 でもこれらはなんで怖いのか分かるよ、あいつら怖えじゃんとか、虫も気持ち悪いから怖いとかあると思うんです。それも違う、ちゃんと突き詰めて考えていけば必ず不明、分からないというところに行き着くんです。なんで虫が怖いのかって言ったら、どんな動きを次にするのか予測不可能だから怖いんです。飛んでくるのか、ガガガガって素早く走ってこう登ってくるのか分からないから怖いんです。あとは全く見慣れない人間のこのね、両手両足がっていうこのフォルムからかけ離れたあの謎の形、あれはなんでこうなったのか分からない、どんな進化を遂げてあの形になったのか分からないから怖いし、不良もそう。例えばなんか細い狭い路地でこう遭遇した時に何をされるか分からないじゃないですか。急に殴りかかられるのか、罵詈雑言浴びせられるのか、カツアゲされるのか、ナイフが出てくるのか、何をされるか分からない、次にどんな一手を相手が出してくるのか分からないから不良怖いんです。いやそんなことない、不良が怖いのはすぐ殴られるからだよ。いやそれも分かります、殴られるのが怖い、痛いから怖いんです。じゃあなんで痛いのが怖いのかって言ったら、どんな痛みなのか経験したことがないから怖いんです。例えば虐待とかいじめとかで1日何十発も殴られてる人だったら、今更一発殴られる痛みなんか怖くないってなるんですよね。注射もそう、なんか入院とかしてて毎日点滴打たれてる人なんかは注射のチクって痛みなんか知り尽くしてるから怖くないんですよ。人間が恐れる痛みって大体体験したことがないもんでしょ。電車に轢かれるとかさ、落ちるとか、切っちゃうとか、経験したことがない痛みは怖いじゃないですか。そういうことはどんだけ痛いかわからないから怖いんです。そして人間の永遠の恐怖のテーマである死、これもそうですよね。死んだらどうなってしまうのかわからないから怖いんです。誰も知ってる人がいない、自分が何が怖いのかって多分人それぞれ違うと思うんですけれども、自分が怖いものを一個思い浮かべて、なんでこれが怖いんだろうってずっとこう真剣に真剣に突き詰めて考えていくと、必ず最後には分からない答えが出てくるのが恐怖という感情だということが国語の教科書に書いてありました。これなかなか感動しました。2つ目、人間は何かを買うときにそのものがもたらすサービス、効能を買ってるんだ。これもなんか今の恐怖に通じるところがあるんですけど、なんかみんな必ず物を買いますよね。食べ物を買う、飲み物を買う、CD を買う、趣味嗜好品、フィギュアを買う、生活用品を買う、いろんなものを買って過ごしてます。ただその物を買うってのは、その物自体を買ってるんじゃなくて、その物がもたらすサービスとか作用、効能を買って、例えば掃除用品なんかそうですよね。掃除機を買ったとして、掃除機そのものを買いたかったわけじゃない、掃除機を買ったってことは部屋を掃除したかったんですよ。その掃除機を買うことによって部屋がきれいになるっていう、その効能を買ってるんです。
これ全部そうです、パソコンでも何でもそうです、カメラでもそう、カメラも買ったとしてその写真を撮って見返したり印刷してどっかに出して、だからその写真を撮るということができるようになるじゃないですか。それを買ってるんです。こういうこと言うと、いやでもコレクションは違うんじゃないって言うと思うんです。いや、それコレクションそうなんだって。全く何の日常生活にも役に立たない趣味嗜好品とかコレクション品なんかも、結局はそれを買って並べたり撮っておいたりするでしょ。その所有欲っていうものが満たされるんですよ。その欲が満たされるというその行動を買ってるんです。フィギュアとかコレクションを買うことによって、人間が何かを買うときには必ずそのもの自体じゃないです、そのもの自体を買って得られる精神的満足とかサービスとかをお金を払って買ってるんだよということです。結局だからそのサービスとか効能とか精神的満足が得られたりさえしまえば、人間はそのものには執着しなさるんですよ。あんだけ見たかった新作映画の DVD をやっと買ったのに、なんかネット配信されたら DVD のディスク自体は全く興味なくなるんでしょ。そういうことです。3つ目、日本人の特有の話し方なんですけど、皆さん無意識のうちにやっぱりっていう言葉使ってません？これ今日この話を聞いたら、あの直で話してる相手でもテレビの中のタレントさんでもニュースの会見でも何でもいいです。やっぱりって何回言ってるか数えてみてください。必ず3回は使ってます。で、外国人の人が日本語を勉強して、いざ日本人の日本語を聞いた時にびっくりするのは、まずやっぱりっていう言葉の多さらしいですよ。やっぱりっていう単語の意味、そもそも考えてみたら、やっぱりって使うのって、もともと自分が確信していたことが再認識できた時とか、あとは予想が当たった時とかに、あ、やっぱりねって使うじゃないですか。そのやっぱりとかやはりっていう単語を日本人は枕言葉のように使うわけですよ。自分の考えを述べるときに、やっぱり僕はこう思う、無意識のうちにも言っちゃってると思う。だから外国人の人がその、やっぱりってこんだけ日本人言うけど、もともとその考え分かってたってことだとしたら、日本人すごい何でも分かっちゃってるね、もともとっていう風に簡単に感じてしまって、ものすごい分かる覚えるんですって。なので皆さん、ぜひとも自分が喋るときには、やっぱり言ってないかな、もちろん使うべきところとかタイミングでは使っていいんですよ。やっぱりね、俺が思った通りだとかで使っていいんですけど、なんかもうポロッと、やっぱりでも俺こう思うんだよねとか、なんか困った時にっていう感覚で使うやっぱりは、実は外国人っていうことらしいです。そして最後の4つ目でございます。4つ目、最初のペンギンっていうお話もあります。皆さん、ペンギンって動物してるでしょ。彼らは海の中には天敵がいっぱいいるわけですよ。なんで浮かずにこうピョッて飛び込むと食べられてしまう。なので彼らは海の中にこうピョンって入る時はなかなか警戒するんですよ。で、なかなか誰も入っていかない。でも必ず移動するとか餌を取るとかで海に入らなきゃいけない、誰かが入らなきゃいけない。なのでペンギンには必ず最初にその沈黙を破って、えいって入っていく最初の1羽がいるんです。で、その1羽がピョンって行った瞬間に、みんなもう無理をなしてドドドドドドって入っていく習性があるんですって。これなんか人間にも通じるところがあると思いません？これもね、一番最初に話した恐怖っていう話に通じるものがあるんですけれども、なんでみんながじゃあ海の中に飛び込まなかって言ったら、中に何がいるかわからなくて怖いから行かないんですよ。うかつに入ったら死んじゃうからね。だから誰か1羽が先にピョーンって先頭を切って行って、無事か確認できたらみんな行くわけですよ。で、誰が最初の1羽になるかは全くもってその群れの中で相談とかしない、なんかもうその場の雰囲気で誰かが行くんですって。なんか人間社会でもそういうことってあるよね。というわけで、いかがだったでしょうか。なかなかと4種類の話をしてしまいましたが、この中で一つでも皆さんの心に刺さるものとか印象に残ることがあれば、学生時代に真剣に国語の教科書をペラ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 読みふけって、覚えてた甲斐があったなと思います。だから意外と国語の教科書って面白いんですよ。読み物としては、現代文なんかわかんねえよって、数学みたいな答えが一個じゃないでしょって思うか出ると思うんですけれども、現代文ほど簡単な科目はないです。現代文はね、読めば必ず答えが書いてある。こんなに簡単なことはないです。なので、分からなくても諦めずに文章問題、問題をよく読んでください。というわけで、富田明日香でした。また次回の現代文の時間でお会いしましょう。